こんにちは。今回から明日への扉福岡公演本番まで私たちが制作していくミュージカルのメイキングを紹介していきたいと思います。私は明日への扉制作リーダーをしています。商業音楽家コンサート企画制作コース西山瑞希です。歌が上手くなったりダンスが上手くなることはないです。今回は7月9日に行われた明日への扉第一次オーディションを紹介したいと思います。5月にプレオーディションが行われ、このプレオーディションの審査結果で1人3役から6役に挑戦し、毎日さまざまな練習を行い、今回の一次オーディションに挑みます。この一次オーディションの結果でさらに役が絞られ、1人2役から3役の役をもらい、約2ヶ月後に行われる最終オーディションに向けて練習に励みます。オーディションではダンス、お芝居、歌唱、3項目の審査があります。わかったわかった、じゃあ一丁派手にやるか。できた時にお前が小さな命を守るために。はい、よい。本当に舞台が好きなんだな。いろんなことにチャレンジしていくんだ。はるか、いつまでも一緒に夢を追い続けような。
じゃあどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ舞台を作るんだから僕たちね、当然のことながらこのレベルでは立てないわけ。本当にこの枠の中の決められた音符の中へまずきちっと技術を手に入れて、それを飲み込んで自分の表現するにはずいぶんまだステップがある、うん、息の出し方、うん、それがなんとかあと2ヶ月ぐらいでスッと声が出てね、ダンスに引っかかりがなくなり、セリフをとちる人がなくなってね、2ヶ月後ぐらいやっとそっから演出ですわ、うん、それじゃあ遥かの気持ちじゃないでしょ、それじゃあゆかりの今の心境じゃないでしょって、福岡に焦る扉をもう一回復活させてよかったかなと思えるオーディションをさせていただきました。先生方本当にご指導ご苦労様でございます。まあ、結果はいろいろあるけれど、めげずにやりましょう。はい、はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。後日、一次オーディションで選ばれたキャストの発表がありました。これから全員でオーディションに向けさらなる練習を重ねていきます。自分の違う世界、別世界だったり、自分のなんか解消ストレス解消だったりさ、何かそこにあるからさ、目的があるからお金払って見に行くわけじゃん。感情移入して泣いたり怒ったり、うん、そんなのに日常を見たって何にもないんだよね。自分と同じ人たちが出てたって何も金返してって感じでしょ。自分が見に来てる人と同じ人がそこにいたらさ、何か違うものを持ってるからお金を払って見に行くわけさ。目的を持った時に人間は強くなるし、底力が出せる。だからほら、震災とかもそうだけど、津波もそうだけど、みんなそうやって力を貸しに行くじゃん。でも自分だけだったら そこに行こうと思わないじゃん、そんな大変なところに。でも待ってる人がいる、自分の歌を待ってくれてる人がいる、自分が行くことで笑顔になってくれる人がいる、で誰かのためにって思った時に人間は強くなる。だから目標を持ってだけじゃ弱いよ、目的を持ってやるな。明日への扉福岡公演は11月29日30日キャナルシティ劇場にて開演いたします。生きることの素晴らしさを伝えたい。皆様のご来場、心よりお待ちしております。